どうも、りょうまです。今回もですね、この世にも奇妙な推理ゲームをやっていこうと思います。パート1の最後で問題がわかんなくって、詰んでしまったんですよ。で、コメントでわかる方いたら教えてくださいといったところ、コメントしてくれた方がいて、こちらをご覧ください。彼女さんのお顔が赤くないですかっていうのをコメントいただいたので、ちょっとそれをタッチしてみようかなって思います。あ、言われると確かに、お顔が、ちょっとね、赤い気がする。ちょっとタッチしましょうか。正解だ。ありがとうございます。教えていただいた方。でもこれなんでなんだろう。彼女の頬に殴られた形跡がある。俺は普段からつい怒ると、彼女を殴ってしまうことがあるんだ。彼女は謝りながら雑巾を借り出かけようとしている。なるほど。これ殴られたじゃなくて殴ったってことだ、自分が。全然わかんなかったわ。彼女は出かける前に、ごめんね、この前あげたあれで、気分でも落ち着けといてと言った、あれとはこれのことだろう。落ち着けてたから今度こそあれかな。これタバコかな。あ、やったやったやった、これは簡単だったね。来ましたね、解説。テーブルに置かれた高級ライターとタバコ。こんな俺にも優しくしてくれるありがたい彼女だ。一服して気分でも落ち着けよう。あ、これはわかりやすかったね。実は彼女が高級ライターをプレゼントしたのにはある理由がある。それはこれを消すためだ。これ?これってどういうこと?なんか燃やして消すってことだよね。え、どういうことだろう?別なんか燃やして消せそうなものなくない?え、これさ、彼氏さんを消すとかそういう話じゃないよね、燃やして。一回やってみよっか。だとしたらめっちゃ怖いんだけど。マジ?男である。そう、一連の出来事は、彼女が男を殺すために仕組んだものなのだ。粉が空気中に待っている状態で、着火されるとどうなるか。粉塵爆発という爆発が起きるのだ。彼女はわざと小麦粉を撒き散らかし、プレゼントしたライターで事故に見せかけて殺すという算段。物理学専攻の彼女だからこそなぜる犯行だ。だから物理学専攻のカップルだったんだ。うわ、おっかな。あ、次の問題来ましたね。私はある職業についており、今日も現場へと駆けつけた。私の職業はどこを見ればわかるだろう。職業を当てるってことだよね。え、でも職業的にこのなんかナースさん的なあれかな?あーってなってる。赤十字の、これなんて読むんだろうこれ。腕しょ?腕しょをつけている。救急救命士の私は救急車に乗ってきたのだ。救急救命士の私は救急車に乗ってきたのだ。救急救命士の私は救急車に乗ってきたのだ。なんか早口言葉みたいだね、これ。今回呼ばれた理由は何だろう?え、呼ばれた理由はこれじゃないの?この男の人が倒れてるからじゃないの?あ、これもわかりやすいね。男性が一人倒れている。リビングで倒れていた男性を見つけた奥さんが電話で救急車を呼んだのだ。あ、これは別にすごい簡単ね。奥さんに救命措置をしたか聞くと、はい、一応ナースなので、と答えた。私はその回答を聞いて、思ったことを口にしてしまった。その割にはお綺麗ですね。私は何が綺麗だと言った？え、どういうこと？綺麗？え、奥さんのことってこと？合ってる。え、なんでなんで？でも理由がわかんない。解説。奥さんの顔である。救命措置をしたということは人工呼吸などもしているはずだ。その割には口紅や頬紅が綺麗についたままになっている。その割にはお綺麗ですね。という私の言葉を聞いた途端、奥さんの顔は青ざめていった。そしてここを見て、奥さんの言っていることは嘘であると私は確信した。どういうこと?そしてここを見て、待って、自分今ちょっとすごいひらめいた。これ旦那さんの口ってことかな?あ、これわかった。多分人工呼吸をしてたら口紅がついてるってことでしょ、これ多分。解説。旦那さんの顔を見ると、口紅が全くついていない。つまり、この奥さんはあえて旦那さんを放置してたというわけだ。これは私だけが気づいてしまったことである。最初から助ける気がなかったんだ。うわ、怖ー。あ、今回すごいサラサラ言ってるね。
近頃姉の体調が悪いという、姉の体調悪いというので母に連れられて嫁と姉の自宅を訪れた。姉はどの人物だろうか。体調悪そうな人ってことで、なんか一番奥の人なんか顔色悪いよね。この人かな。あ、来た来た来た。解説、一人だけ顔色が悪いのが姉である。話を聞くと、旦那と離婚について揉めており、今は二人暮らしをしているらしい。旦那さんがどこに行ったのかについて聞いても、姉も知らないという。行方不明なの？そんな姉の今の楽しみは庭の手入れとのことだ。庭には様々な植物が咲いているが、一箇所だけ違和感のあるものがある。それはどれだろう？一箇所だけ違和感のあるところ。え、これ？なんかちょっとおかしくない？ここ。あ、違う。違和感のあるところなくない？これちょっともうわかんなくなったらヒントもう、すぐ見ちゃおう。ピンク。ピンク？え、ピンクここしかなくない？合ってる。なんで？これ何がおかしいの？アジサイの花が一箇所だけピンク色をしている。それを指摘。え、なんでここでこれ入るの？はい、まさかのところで広告が入りましたけど、それを指摘すると母は、アジサイは栄養で色が変わるのよと言った。あ、そうなの？ちょっとお花に詳しくないからちょっと全然わかんなかったけど。つまり一箇所だけアジサイがピンク色なのは、あそこの影響ということになるだろう。あそこ？あそこって別にやらしいあそこじゃないよね。もうすぐそういう発想になるからなぁ。あそこってこれかなぁ。なんかおかしいよね、ここ。ああ、なんか遅いな。あ、違う。あそこってここかなぁ。なんかこれ怪しくない？あ、違う。え、待って、またわかんない。ヒント見よう。あそこってどこ？え、ね、これ動画視聴しなきゃいけないのもちょっと一回見ましょうか。待ってくださいね。これなんか動画を視聴してヒントを見ますか？はい。なんかこれ何回押しても、動画見れないしヒント出ないんですけど、ダメだ、これ自力でやれってことか。あそこの影響ってどういうことだ？全然、意味がわからないぞ。ちょっと、え？これにタッチしてみようか。これかな？あ、違う。なんかさ、奥のところさ、なんかここら辺ちょっとおかしくない？これの影響かな？あ、違うわ。全然わかんない。これも違うもんね。あ、違うよね。え、あそこの影響って全然わかんないんだけど、え、これ本当にこれあそことかそういうことじゃないよね。あ、違うよね。これさ、タッチする場所が悪かったのかな？絶対ここら辺だとなんか怪しいよね。あ、違うのか。え、どこだ？あそこでしょう？なんか別におかしいところ見当たらない気がするんだよな。え、ここの地面でもないでしょう？なんかちょっと色違うよね。あ、違うか。ごめんなさい。この問題ですね。全く答えがわかんないんで、答えを見るちょっと押していいですか？初めて。ちょっと押しちゃおう。動画を再生すると、待って、これまた見れないパターンじゃないの？はい。やっぱり始まんない。これも自力で何とかするしかないじゃん。これなんでダメなんだろう。何回押してもダメなんですよ、ほら。ダメですね。再挑戦するしかないな、これ。え、ここかなぁ。来た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 。これなんかあれなんですよね。さっきからなんかアプリが急に重くなっちゃって、なんかスローモーションなんですよね。解説、植物の栄養となるのは、これなんて読むんだ、土壌でいいのかな。土壌だ。この土壌だけが他の土壌と異なるということになる。なんか難しいね。お、最後だ。実は消えた旦那の謎が隠されている。ズバリ旦那はどこに消えたのだろうか。これもここしかないでしょ、絶対。これやられちゃってるよね、旦那さんね。あ、来た来た。ちょっと、今、タッチできなかったな。よし。そのなんか、カクカクなんだよな、さっきから。なんでだろう。やっぱりそうだ、正解で。そして、すんごいカクカクで、下にハリーポッターがいる。じゃあ、解説を。旦那は、肥料にされたのだ。アジサイの花は、土の酸度によって色を変わる。酸性が強いと青色に、
アルカリ性が強いとピンク色に。こっち待って、下にスクロールができないんだけど、これ。日本の土の酸だ。基本的には弱酸性だ。待って、下のところが、あ、見えた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 。酸性だ。なので、青系のアジサイが基本になる。そして実は、人体はアルカリ性で構成されている。ということは、点点点となる。なんか難しいな、また。次へ。これなんか今あれがいたね。戦場カメラマンみたいな方が。ってことでね、今回はじゃあ一回ここで終了にしようかな。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。